私のお気に入りのブドウジュースの味は。少しは落ち着いたかな、ロッカちゃん。はい、ありがとうございます。みっともないところをお見せしてすみません。いいんですよ。それでロックさん、さっきは一体何があったんですか？実は。それじゃつぐちゃん、進行お願い。ではこれより生徒会と美会員の合同会議を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロッカちゃん、すっごいガチガチ。すみません、合同会議に出席するのが初めてなもので。そんなに緊張することないって。リラックスしてじゃんじゃん意見出してこう。本日の議題は来月行われる校内戦争の日についてです。私このイベント好きなんだ。全校生徒みんなで1日かけて掃除するなんて面白いよね。それじゃあ盛り上げ隊長から決めちゃおっか。すみません、盛り上げ隊長って何ですか？簡単に言うと宣伝担当かな。校内放送を使って校内戦争まであと何日ですとかカウントダウンしたり、みんなで頑張ろうって気持ちを高めるお仕事だよ。前回も盛り上げ隊長のおかげで当日盛り上がってたよね。今回もバンバン盛り上げられる人がいいな。それでは立候補したい方は挙手をお願いします。または推薦でも構いません。私ですか？そんな、私はただバイト先で慣れてるっていうか、ちょっと得意なだけで。でも皆さんそんな風に思ってくれてたんですね。ロッカちゃん、皆さん推薦してくれてるけどどうかな。私皆さんの期待に応えたいです。やります、やらせてください。おお、気合い入ってるね。ロッカちゃん期待してるよ。それでさっきの放送が初回だったと。うわー、完全にやってまった。私のうたんちん、どうやったら前の人みたいにできるんやろか。前の人？もしかして前任の盛り上げ隊長のことかい？ああ、確かに前回の方は話し方がすごく上手だった記憶があります。堂々とした張りのある明るい声、時折小粋なジョークも交えて、とても楽しい放送だったね。そうなんですよ。私盛り上げ隊長の仕事内容を確認するために前回の記録を聞いたんですけど、本当にプロの方みたいで。前の人みたいにやるにはですか。これはなかなか難しいですね。ロッカちゃん、かのシェイクスピアもこう言っている。避けることができないものは抱擁してしまわなければならないとね。かっこいい。どういう意味なのかは分かりませんけど。カオルさんだったらこの調子で盛り上げ隊長もカオルさんらしく演じきってしまうんでしょうね。そうだね。唯一無二の盛り上げ隊長を披露してみせるよ。カオル先輩、私に盛り上げ隊長の演技指導をしてくれませんか？確かにカオルさんの指導があれば盛り上げ隊長役をうまくやれるかもしれません。
せっかく皆さんが推薦してくれたのに、このままじゃ終われません。お願いします。もちろんいいとも。困っている子猫ちゃんを放っておくことなどできないからね。しかしロッカちゃん、私の演技指導はかなり儚くなるよ。その覚悟はあるかな？指導が儚くなる？ああ、多分厳しくなるってことだと思います。ですよね、カオルさん。ああ、つまりそういうことさ。もちろんです。むしろ厳しく指導してください。よろしくお願いします。ああ、任せておくれ。マイヤ、君も協力してくれるね？わかりました。カオルさんの儚さについては自分ができる限り通訳しますよ。一緒に頑張りましょう、ロックさん。ありがとうございます、マヤ先輩。さあ、私についておいで、子猫ちゃん。